はい、お疲れ様です野村さん。いつも動画の方を送っていただきましてありがとうございます。体のがやっとね、日の目を見てきましたね。55円に達して目下50円台を維持しているところでございます。一時期はね、30円台を大きく割り込んだりとか40円台で安定したりとかでやきもきしていたわけなんですけども、やっぱりね、なんかその数百円いくらだったか忘れましたけども、300円とか400円とか500円とか600円とかね、あの時代がありましたんでね、いやもうあそこまで値段が上がることはあるのかなと思っちゃいますけども、あるんでしょう。まあ、というのが現在、SEC の訴訟関連で、だいぶ、資金の方がですね、機関投資家さんから暗号通貨に流れ始めてるんですよ。この全銘柄が値上がりしてるってことは、これはもうね、出来高そのものが上がってきて、これはもうね、単純にこの資金は引っこ抜かれないんじゃないかなと思います。まあ、そう考えていくと、ビットコインっていうのは暗号通貨の、まあ本当に王様ですけども、このまま本当に1億円とか行くんでしょうね、きっとね。うん。で、今年に限って言えば私は個人的に、まあ仕込んでいて狙ったのがそのまんまその通りになったんで、またまたラッキーだなと思います。本当に毎回毎回私はたまたまだと思うんで、暗号通貨に対しての指南っていうのはしないんですけども、まあでもね、XRP につきましては、私と同じタイミングで買って売った人っていうのが、やっぱり利益を数倍にしてるところもありますし、それからイーサリウムですね。イーサリウムは私はね、本来100万円ぐらい行ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、どうもあんまり利用されてないみたいですね、これは。イーサリウムどうなっちゃうのかな？やっぱりこう、過去の通貨になるんでしょうかね。で、ビットコインっていうのはダントツで行くと思いますんで、ドルコスト平均法で少しずつでもね、それこそ毎月1万円でも買っておいたら、ちょっとした年金になると思いますんでね。これは、有望だと思います。ただ、やっぱり多くの方が、予測されてるみたいに、ビットコインがね、一気に価値を失うタイミングっていうのはたまに起きますんで、一気に価値を失ってドーンと下がった時に、資金がカツカツだと、まあ、含み損だと思っていても、ビットコインのお金に頼らざるを得なくって、不利の時に決済してしまうってことがありますので、そういった意味でも、やっぱり余剰資金でやることっていうのは絶対に外しちゃいけないですね。はい。じゃあ、これからもよろしくお願いします。また暗号通貨についてね、また注目が集まってきましたんで、またなんかね、情報交換できればと思っておりますんで、よろしくお願いします。それでは。